なんか本当にメンバーがあったかくて、多分私個人だったら本当にシンデレラ多分目指してないだろうなって思うし、だからなんかトークさんがいたからこそなんかトークさんのために頑張りたい。いきなりトークさんシンデレラグループになりました。ありがとうございます。なんかね、なろうってなってから、ね、いろいろ、うん、そうね、それぞれ練習したりね、この役を決めるのも結構、ね、うん、いろいろあったよ ね、 結構ね、だってダンスとかさ、見るだと思わないじゃん。そうなんですよ。ほらいつも頑張ってるんでしょ。だったら今日だけは楽しんでてね。シャチューさん、懐かしい今だわ、もうすぐに見えるよ。生きなとこ、生きなとこ、今日は気抜くと泣くから強気でいく。シンデレラフェスの前の日はみんなもう本当にもうあんま寝ないでめっちゃ確認するんですけど、今日は寝ました。今回はグループで戦えるから心強い。頑張ります。できることを等身大で頑張ってきます。本当は勝ちたいんですけど、負けず嫌いだから。でも勝ちたい勝ちたいって思ってると負けちゃった時がもうどうしようもなくなっちゃうんですよ。しかも結構これってなんか運なところもあるじゃないですか。だからしゃあないって思います。でも本当は勝ちたいです。本当は走る練習してたんです。ここでいただきます。このまま場所を出すか、絶対勝ってやる、絶対勝ってやる。結構10個ぐらい考えたんですけど、その中からグループを選んだので、なんか泣かないで頑張りたい。やる前にってならないで頑張りたいです。皆さんも教えてもらっていいですか。完璧です。次の方どうぞ。今日はどうなさいました。あ、ちょっと見てみますね。今回の秘策はとりあえず10秒間で言えることを詰め込んだから、それ言えば多分大丈夫なんだけど、心配なのは10秒オーバーになることなんですね。私たちは東北を中心に活動しているアイドル、いきなりトークさんです。私はダンスに出ます。いや、誰が早いとかはちょっとわからないので、
力を尽くして頑張りたいと思います。それぞれみんなめっちゃ頑張って練習したり考えたり、ね、久しぶりに自分を追い込んだ。いやー、これだもんね。そうだよね。なんかさ、去年のサムネがやっぱりカレンがなれば、カレンがなればいい、カレン、頑張れ、カレンを頑張らせる、応援するさ、サポートに回ってたけど、今回はもう、俺に任せろみたいな。なんか今回楽しかったわ、なんか。戻るたびさ、なんかアスリート部屋みたいにみんな頑張ってた。え、そう、なんかさ、みんなはさ、楽しみながら、スタープラ